続いてセリーグ、広島対中日、5日0対1で中日、6日0対4で中日、そして7日0対1で中日、なんと中日3連勝っていうところで、まあカープは3試合連続無得点だからね、3試合連続シャットアウト完封負け、ドラゴンズは最少得点だけどしっかり逃げ切る。だからドラゴンズ今年のここまでの戦いでやっぱいいのは、もう打てない、点取れないとは仕方ないと。だから落合さんの時もそうだったね。その代わり、しっかり守り切って勝つ野球がね、できてるところがね、やっぱここに繋がってんのかなっていうね。中で、カープはね、3連敗してますけども、カープファンの皆さん、見てますか？ちゃんと見てくださいね。1年変わればいい時も悪い時もある。でも、見続けていきましょう。ね。さあ、ということで、5日ね、0対1で中日。中日先発、柳ね、7回88球、5安打2三振、1四球無失点。本当に素晴らしいピッチング。もうね、文句のつけようもない。8回ね、中田がツーベースで、ここでね、細川がライト前ヒットを打つんだけども、ここしっかり最初から右方向を意識して打ってるんだよね。だからベンチのサインだったか本人の意図かは分かんないけども、この姿勢がね、グッね、でライト前ヒットを打って、でライトの田村がね、ジャックルしてセカンドランナー止まってたけども、ホームに帰ってきて1点、この1点だからね。でその後ね、ノーアウト1塁から村松が送りバント失敗、2-6-3ダブルプレー。ここね、坂倉のね、出足早かったね。ここドラゴンズはね、もう1点取りに行きたかったね。その後加藤がスリーベース打ってるだけにね。9回にもね、ピッチャー矢崎に代わってカリスタがセンター前で、三好が送りバントを決めて、ワンアウト2塁から大島がね、内野安打で、ワンアウト1、3塁から、高橋周平のね、ファーストゴロね、三塁勝者カリスタね、本塁でアウトっていうね、ところでここも守備力もね、しっかり最低限のね、きっちりできたし、2アウト1塁になって田中がね、レフト前ヒット、これ2塁走者大島ね、前進守備だったっていうところもあるし、レフト上本がね、これもノーバンスロー、やっぱりノーバンってね、投げなきゃいけない。でこれタッチアウトっていうところで、まあ、ドラゴンズとしてはね、ここはね、回して正解だったと思う。それたらセーフでね、一気に行こうっていう中でね、ここら辺も、しっかり失点するピンチはね、カープもあったけども、しっかり守備でね、落ち着いたプレーをして、その追加点を許さずっていうところではね、守備プレーだったと思います。カープ的には5安打っていうところでね、で柳のフォアボールね、1個で、その後ね、勝つのマルティネスと言ってるんでね、まあ6人しか塁出してないから、なかなか苦しかったけど、チャンスがなかったわけじゃないけども、まあ盗塁し、そしてバント失敗、ダブルプレーっていうところでね、生かせず、まあこういったところをね、やっぱりカープはちゃんとやっていかなきゃいけないんじゃないのかなっていうね、ところはある中のね、敗戦でしたね。続いて6日0対4で中日というところで、中日先発ね、涌井3三振無四球無失点っていうところでね、非常に、素晴らしいピッチング、安定したね。でもなんか登録場所をしたかされたから、そこどうなんだろうね、ちょっと心配感もあるけども、今年初勝利というところで、まあ、前回もね、いいピッチングしてたっていうところもあるんでね、2試合連続、素晴らしいピッチング、だったと思います。ドラゴンズのね、2回、2アウトから上林、加藤、ロドリゲスのね、連続ヒットで2アウト満塁になって、涌井バッティングいいからね、先制行こうっていうところで、三遊間で非常にいい打球だったけども、サードね、田中、三遊間ダイビングキャッチからね、サードゴロでアウト、グッペ、なんとかね、防いでいこうっていうね、勝つんだっていうね、ところの守備ね、硬い守備力見せたけども、3回の表ね、先頭三好がレフト前ヒット、田中幹也がアウトになるけども、高橋周平ライト前ヒット、で、ワンアウト1、3塁から中田翔がね、しっかり犠牲フライ打って、こういうところでしっかり犠牲フライ打てるっていうところがいいよね。1点先制して、で、5回表にも先頭田中幹也がセンター前ヒット、で、高橋中田がアウトになるけども、細川がね、バックスクリーンツーランホームラン、上がってきたね。で、6回にもね、2つのフォアボールを重ねて、2アウト1塁から田中幹也がタイムリーっていうね、ところで自分たちでね、しっかり犠牲フライで最低限の仕事をする、ホームランで大きいのを取っていく、そして相手のミス、フォアボールを積み重ねて、そのチャンスを生かしていく、去年にはなかったドラゴンズが今年にはあります。そういったところでしっかり得点できるっていうね、この3-5-6もらったチャンスをね、確実にできてるっていうところもね、非常に良かったかなと。で、投手陣もね、涌井の後、斉藤、清水、松山っていったところがね、しっかり抑え切って逃げ切り勝ち。で、7回の試合ね、打てなきゃ守り隠せなきゃだっていうところで1対0逃げ切り勝ちっていうね、中日は3安打で1点取ってね、その中で勝ち切るっていうね、先発メヒア7回93球2安打3三振1四球無失点っていうところでね、ちょっと前回登板はね、バタついちゃってね、躍動戦敗戦したところもあるけども、しっかり修正していけるピッチングね、その後勝野、斉藤、マルチネスとね、完全璧にね、リリーフして、逃げ切り勝ちっていうね。ドラゴンズは虎の子の1点のね、5回の1点を守りきるんだけども、ワンアウトからね、上林がレフト前ヒット。で、ワンアウト1塁から宇佐美がね、左中間抜けるね、タイムリーツーベースで1塁ランナー上林がね、ホームイン。この1点をね、
守りきるっていうね。だから守備力もね非常に高かったと思うけども、8回でワンアウトから矢野がねライト前ヒットで、代打松山がねレフトにツーベース打つんだけども、一塁ランナー初期がね細川、高橋周平、加藤のね、中継で本塁ねタッチアウトっていうね、ここリクエストもあったけどね、判定覆らずっていうところで、でその後ね野間がレフト前ヒット、菊池がフォアボールで、ツーアウト満塁でね、ここで1本出れば逆転っていうところでね、小津論が三振ねなるんだけども、ピッチャーね、斉藤光輝が出てきてね、このスーパーワンバンをねキャッチャー加藤ナイスブロッキング、スライダーねこう跳ねたらこっちに行くからね、こう行ってこっちに入ったところを脇で止めるっていうねところでは、加藤ナイスブロッキングね、あのワンパをしっかり止めてくれるからね、ピッチャーは常に低め投げてきてるから、その次もねスライダーいいところにワンパ投げてしっかりブロッキングしてたりしね、あれもしね膝ついてたらあそこまで動けないんだよ、膝ついてないからあそこまでねブロッキングの形が動けるっていうね、この膝をつくかつかないかがねめちゃくちゃ大事なんですよっていうところを訴えかけたい加藤のナイスブロッキングっていうね、こういったところもね細川、高橋周平、加藤のね、加藤のタッチも良かったしね、失点を防いでいく、ワイドピッチにならないようにキャッチャーワンパンしっかり止めていくっていう、この1点を守りきる野球、非常にね、素晴らしかったと思います。ドラゴンズとしては3試合連続ね、少ないチャンスだったけども、そのチャンスをね、ことごとくものにしていって、で、高い守備力を重ねて無駄な失点をしない、完璧な試合展開だったんじゃないでしょうか。